西ドイツ、西ドイツ、西ドイツは、1949年5月23日から1990年10月2日までのドイツ連邦共和国の通称である。略称、制読。冷戦時代はドイツ民主共和国、東ドイツと対峙する分断国家だったが、1990年10月3日、ドイツ民主共和国を併合する東西、ドイツ再統一により、 この通称は使われなくなった。当在ドイツ再統一まで首都はボンに置かれたが、再統一後はベルリンに移った。ドイツ人は、かつての西ドイツをボン共和国、大イボナーリープブレックと呼ぶこともある。ドイツ再統一は、法的には、旧東ドイツの各州が、ドイツ連邦共和国に加入という形式で行われたため、厳密に言うと、現在のドイツは、 再統一により再編成された新しい国家ではなく、領域を旧東ドイツにも拡大した西ドイツである。1945年5月8日に第二次世界大戦に敗北した国家社会主義ドイツ労働者党政権下のドイツ国、ナチスドイツはベルリン宣言の発表によって完全に滅亡し、7月のポツダム会談における決定で米ソ英仏の4カ国による 分割統治と非武装化、非ナ地化政策を受けることになった。しかし、イデオロギー対立による冷戦の開始とともに、英米物とソ連は対立を深め、イギリス軍占領地区とアメリカ軍占領地区は占領円滑化のため合同して、バイゾーン、ビゾネ、後に、普通軍占領地区とも連合し、トライゾーン、トライズンとなるを形成、ソ連軍占領地区との亀裂が深まった。 東西の亀裂が決定的となったのは、1948年6月21日、英米2各占領地区で独自に発行されていた通貨、ライヒスマルクやレンテンマルクを統合して、トライゾーンでの統一通貨、ドイツマルクを発行し、戦後のハイパーインフレーションを収集する通貨改革を発表した時だった。これは、ソ連側が6月24日に発行を計画していた。 新通貨、東ドイツマルクに対抗する措置でもあった。排除された、ソ連側は3日後、予定通り東ドイツマルクを発行し、これが、東西分裂の象徴になった。ソ連は、ドイツマルクを使用する西ベルリンを経済封鎖し、西側は、大空輸作戦で1949年5月12日までの11、ヶ月間西ベルリンを支えた、ベルリン封鎖。 1949年5月23日、英米仏の西側統治諸州に、ボムを主婦とする連邦共和国臨時政府が発足。ホイス大統領、コンラート・アデナウアー首相、10月7日にソ連統治諸州にドイツ民主共和国、ピーク大統領が成立して、東西に2つの共和国が並び立つ事態となった。4カ国共同占領地だったベルリンも分断され、 後には1961年にベルリンの壁建設が行われた。西ドイツは1955年5月5日に主権の完全な回復を宣言し、ドイツ連邦軍を編成して再軍備を行い、北大西洋条約機構、NATO に加盟した。ただし大規模なソ連軍が駐留し続ける東ドイツを喉元に突きつけられた形の西ドイツは、 冷戦の最前線となったことから、西ドイツにも米英物の軍がドイツ再統一の直後まで駐留し続けた。1957年1月1日には住民投票でドイツ復帰を選んだフランス保護領ザールをザールラント州として併合した。西ドイツは欧州経済共同体、EEC や欧州石炭鉄鋼共同体、ECSC などへの加盟を通じ、 かつて対立した近隣諸国との経済協力や政治協調を進め、欧州の一員かつ中核メンバーとして受け入れられるようになった。それは欧州復興の中心地であったからである。100億ドル単位のマーシャルプランやガリオア資金といった援助が朝鮮戦争特需によって実を結び、経済の奇跡と呼ばれた。西ドイツはヨーロッパのみならず世界有数の経済大国となった。 戦後の西ドイツの再出発には多数の障害があった。大戦による破壊も去ることながら猛言層プランに基づきドイツを脱工業化するため連合国軍は1950年まで石炭産業、鉄工業を財閥解体した。国内外にドイツ企業が持っていた高価値の特許は適正資産として連合国が没収した。それだけでなくドイツ人の研究者が ソ連やアメリカに連行された。中ンズク1948年の通貨改革は試練であった。6月にライヒスマルクが1、10のデノミネーションを伴いドイツマルクへ置き換えられた。また、連邦準備制度に習ったマルチリザーブシステムが同年3月設立のお頂点に整備された。そして、現金以外の金融資産の切り替えが行われた。 一般の債権債務は通貨と同率の1割となった。交際はすべて破棄された。預貯金は1割にされてから引き出しがその半額に制限された。封鎖分は10月に2割が引き出せるようになり、1割が中長期投資勘定に振り返られた。残り7割は切り捨てられた。したがって預貯金は1割ではなく6.5%しか保護されなかった。一方、賃金。 物価は据え置かれた。このアンフェアな措置は企業の現実資産に有利であった。インフレ対策としてはこうをうし、企業がインフレ期待のもと保有していた金融資産が市場に出回るようになった。格差を是正する措置として1952年に負担調整法が制定された。しかし、これによる現実資産への課税は微々たるものであった。税収は 様々な戦争被害に対する保障に使われた。復興の積極要因はいくつかあるが、短所は占領軍による緊縮政策の根負けである。1948年6月23日の法律は所得税、法人税率等を平均してに3に縮小した。翌日の立法では消費税の統制が撤廃された。11月に 賃金の統制が撤廃された。主要食料が1950年前半までに、石炭、鉄鋼等も1952年頃までに自由化された。また工業に対する連合国の束縛の廃止もある程度の影響を与えた。結果として物価が実勢値に跳ね上がった。1950年に勃発した朝鮮戦争は世界的に物資の需要を高め、 1951年4月3日、造船制限が撤廃された。この時、西ドイツには、オーデルナイセ戦意島の旧ドイツ東部領土や、東ドイツからの避難民が溢れていた。それで賃金の安い熟練労働者が西ドイツには、比較的多かった。これを強みとして西ドイツは諸外国の輸入需要に応え、輸出を急激に伸ばした。労働時間は長くなり仕事は、 次第にきつくなってきた。第1回連邦議会はカルテルを容認する一方、石炭鉄鋼産業における労使対等の共同決定を法制度として認めなかった。そしてこれをきっかけに全国的な社会闘争が起こった。結果として石炭鉄鋼業についてはが成立した。これは11人の監査役に5名ずつの株主監査役員と労働者監査役員が 石炭鉄鋼会社の経営に共同参加するものである。1952年には経営組織法が制定されて、労働者数が500以上2000以下の企業に適用された。監査役定員の1、3が労働者監査役員でなくてはならなくなった。そして彼らは労働者に直接選任された。この朝鮮戦争は西ドイツの国際的地位を回復させた。 1951年初頭ランツベルク刑務所から大量の戦犯が釈放された。1952年9月10日、西ドイツ政府はイスラエルの全般保障請求を認め、15年間で34億5000万ドルを現物により支払うことを約束した第二次世界大戦後におけるドイツの戦後保障ルクセンブルク協定の成立。 1950年代末から1960年代にかけてはガストアルバイター、ガスターバイターとしてトルコや韓国など諸外国から移民が誘致された。彼らは西ドイツの人手不足や経済成長の加速を支えた。1955年にイタリアと1960年スペインギリシャとガストアルバイターの募集協定を結んだが、まだこの時は労働者全体に占める。 外国人の割合は1%未満であった。1961年にベルリンの壁ができてから急増した。外国人労働者数は1960年の28万人が1966年に131万人となり、1974年にピークを迎えて233万人となった。上記3時点において労働者全体に占める割合はそれぞれ1.3。 5.8、11.2%であった。他方、1965年に株式法が多少変わった。これは1897年から続く複数議決権を例外措置とするものであり、自然独占の観点からシーメンスを含むエネルギー企業に認められた。1970年代は波乱であった。1973年1月末に、 ドイツ連邦銀行にドルが売り浴びせられ、以降5週間に差し引き240億ドイツマルクが流出した。逆にドルは流入したので、戦前からドル基準の国内物価が上昇した。オイルショックにより1975年上半期の失業者数は90万人に上り、11月に欧州諸共同体以外からの労働者募集を中止した。 1974年12月には17.3億ドイツマルクの公共事業を決定した。7.5%の投資補助金が交付されたり、投資減税が行われたりした。1975年1月に所得税法改正により、年間160億ドイツマルク分の企業負担を軽減した。1976年、石炭鉄工業以外にも労働者2000人超である。 企業すべてに適用される共同決定法が成立した。この法律は労働者数に応じて株主監査役員と労働者監査役員の定員を決めた。労働者監査役員のうち2名から3名は労働組合代表者でなくてはならないとした。産業界は束になって違見訴訟を提起したが連邦憲法裁判所は合憲判決を下した。 1983年中頃依然として、失業者数が230万人、9.3%であり、ドイツ経済はスタグフレーションに陥っていた。そこで、ヘルムート・コール首相は、新自由主義路線を打ち出した。しかし、決してフェアな政策ではなかった。西ドイツ史上最大の汚職、フリック事件は発覚し、 オットーグラー・フラムスドルフ経済省が1984年1月27日をもって隕石辞任した。一方、原子力企業がパキスタン・スーダン・リビアの3カ国へ核燃料を水油1985年に原爆188個分1986年で70個分の核物質が行方不明となっていた。 1960年4月ヌーケムの主要株主は52.5%を保有するデグサと22.5%のリオティントであった。1965年はデグサが45%に保有率を下げ、RWE は25%を占めるようになり、そしてリオティントも18%に保有率を下げた。1969年にシーメンスと合弁で減年会社を設立。 2006年に2013年亀子に買収された。1988年後半まで失業者数は220万ほどであったが、ベルリンの壁崩壊直前の1989年末に200万の大台を割った。1989年1月には国際協定の調印により、上海へ地下鉄を建設するために、 ドイツ復興金融公庫が4億6000万マルクを供与することとなった。1990年3月、欧州女性の富豪ランキングで1位と2位はエリザベス2世とベアトリクス女王であったが3位はヨハンナ・クバントであった。1991年前半には失業者数が160万人ほどへ落ち着き国内への投資も増加した。西ドイツには 東ドイツとの統一後に憲法を持つことにするとの意思から憲法、バーファーさんがなく、基本法、グランドガセイツのみがあった。これは基本法146条に明記されていた。東西冷戦の最前線に立つ国だったことから、アメリカへの政治的、軍事的依存が高く、多くの米軍基地が国内に置かれていた。また、東ドイツとの対立から、 再軍備直後の1956年以来、18歳から45歳までの男子国民に徴兵制が敷かれていた。しかし、第二次世界大戦への反省から、西ドイツ時代のドイツ連邦軍の役割は抑制されたものだった。環境保護運動同様に、反戦運動も盛んであり、1983年には、1979年超員の、 第二次戦略兵器制限交渉、ソルト E にもかかわらず、西ドイツに核ミサイルが持ち込まれたことを受けて、ヨーロッパ全土へ波及する大規模な反核運動が起こっている。対東ドイツ政策では、1970年代以前はハルシュタイン原則に基づき、西ドイツがドイツ地域で唯一民主的に選出され、ドイツ人民を代表する、 正当性を持つ国家であると位置づけ、ソ連以外の国で東ドイツを承認して、国交を持った国とは、国交を断絶する政策を取った。しかしこの原則は東ドイツが、第三世界の多くと国交を結ぶ中で、実効性を失った。1970年代初頭、東側諸国との関係改善を図るビリー・ブランと、連邦首相の東方外交により、東西ドイツは、 相互承認へと進んだ。さらに、モスクワ条約、1970年、ソビエト西ドイツ武力不幸死条約、西ドイツポーランド間のワルシャワ条約、1970年、東西ベルリンの相互通行を促進する、米ソ英物の4カ国合意、1971年、西ベルリンと西ドイツ間の通行を保障する、通過合意、1972年、東西ドイツ基本条約、 1972年と続いた諸条約は東西ドイツの関係正常化につながり両国が同時に国際連合へ加盟する道を開いた第二次世界大戦直後東西冷戦と並ぶ欧州の大きな問題はドイツが三度戦争を起こさないようにするにはどのように抑え込めばいいかというものだった当初はアメリカなどの一部でドイツの徹底した脱工業が ひな地下が構想されていた、猛元層プランも参照。また、連合軍占領下ではドイツは武装解除され、小規模な国境警備隊や、機雷総海部隊以外の国軍を持つことは許されず、米ソ英物の4カ国が、治安に責任を持っていた。こうした流れは、冷戦の開始と共に変わることとなる。ソ連に対抗すべく、西ドイツ経済の復興が求められると同時に、 西ドイツの再軍備も検討されるようになった。主権回復後の1950年、西ドイツは再軍備の基本構想策定を解除され、新たなドイツ連邦軍の創設準備を始めた。一方、周辺の西欧諸国は、ブリュッセル条約を締結して、対独抑止を図ったほか、ヨーロッパが西ドイツを制御できなくなることを防ぐため、欧州石炭鉄鋼共同体、 ECSC によって、軍需物資である石炭と鉄鋼の産出を、西欧諸国で共同管理する仕組みが作られた。また、西欧とアメリカは、北、大西洋条約機構、NATO を結成することで、ソ連、東欧への対抗と、ドイツを抑え込みを行うことになる。しかしフランスは、ドイツ連邦軍の創設と西ドイツの NATO 加盟に、 反対し、西ドイツも含む西欧諸国が超国家的な反ヨーロッパ軍を構成する欧州防衛共同体エディシー構想を打ち出した。この構想では西ドイツが作る部隊は西ドイツ政府ではなくエディシーの指揮のもとに置かれ、西ドイツの防衛はエディシーが責任を持つこととなっていた。この構想は1952年に西ドイツを含む西欧各国間で調印されたが、 主権を侵されることを良しとしないドゴール主義者たちの反対により1954年に党のフランス議会で否決され批准に至らなかった。結果、フランスも西ドイツの再軍備と NATO 加盟を認め、ドイツ連邦軍は1955年11月12日に正式に誕生した。西ドイツの政治は小政党が乱立し、結果として ファシズムの台頭を招いたバイマル共和世紀の反省から一定の得票率5%を議席獲得の条件とする組織条項、議会制民主主義を否定する政党の決闘を禁止する、戦う民主主義などの措置を講じていたため非常に安定した。議会ではキリスト教民主主義のもとに右派諸勢力が結集したキリスト教民主同盟、セティと19世紀以来の 左派政党ドイツ社会民主党、SPD の二大政党が左右に並んでいた。建国後、西ドイツ再建と社会福祉の充実を指揮したアデナウー政権、1949年から1963年の後、短いエアハルト政権、1963年から1966年とキー・ジンガー政権。 1966年から1969年が続いた。1966年までの政権は、キリスト教民主同盟、セティとキリスト教社会同盟、シエスの二つの保守政党の連立であり、これに、中道の自由民主党、FDP が加わっていた。1966年のキー・ジンガー政権では、キリスト教民主同盟、キリスト教社会同盟と、 ドイツ社会民主党の大連立が成立したが、この時期に社会民主党は現実主義路線に移り政権運営が可能な能力を得た。大連立下の議会では論議の的となってきた非常事態宣言法など憲法上の権利を制限する法律が成立した。この法律に対し学生運動や労働組合は反対の声を上げた。 1967年には学生デモに参加していた学生、ベンのオーネゾルクの射殺により運動が加熱し、1968年には学生運動の指導者、ルギドチュケに対する暗殺未遂事件が発生した。1960年代にはナチス時代に対する直面を流する学生らによる大規模行動も起こった。また経済成長とともに激しくなった。 ドイツの環境破壊を背景に、ルディドチュケラ学生運動家、ペトラ・ケリー、ハインリヒベル、ヨーゼフ・ボイスラ社会運動家は、環境保護運動に結集し、緑の党が結成された。1979年のブレーメン州選挙で、緑の党はついに得票率5%を超えたため、議席を確保している。こうした動きの中で、環境保護主義と反国家主義が、 西ドイツの基本的な価値観となった。同じ1960年代の学生運動のうち、過激化した運動からが1968年以降、ドイツ赤軍、ロテアーミーフロクツヨン、RAF を結成し、1970年代の間、西ドイツの政治家や財界人に対するテロ攻撃を加え続けた。特に1977年のドイツの悪と呼ばれる一連の事態、 ドイツ経営者連盟会長のハンス・マルティン・シュライヤーに対する誘拐殺人及びルフトハンザ航空181便ハイジャック事件などは西ドイツを侵犯させた。1969年の選挙でビリー・ブラントが党首を務める社会民主党は大きな議席を確保し自由民主党との連立で政権を獲得することに成功し政権交代が起きた。 ブラント政権は1974年まで続き、東方外交など外交上の成果を挙げたが、彼の秘書が東ドイツ国家保安省、シュタージのスパイだったというスキャンダルからブラントは首相を辞任した。財務大臣、ヘルムート・シュビットが、以後1982年まで自由民主党の党首ハンス・ディートリヒゲンシャーの助けの元政権を取った。石油ショック後の景気維持のほか。 欧州共同体 EC への支持、全欧安全保障協力会議の創設など、欧州統合と米王間の協力強化に尽力した。1982年には、社会民主党と自由民主党の連立が崩壊し、シュミット政権に建設的ない核不信任案を出した、キリスト教民主同盟が自由民主党を引き入れて、政権を奪取し、ヘルムート・コールが第六代首相となった。 翌年の選挙で、コール政権は支持を得たが、緑の党の躍進と連邦議会議席獲得により、キリスト教民主同盟、キリスト教社会同盟は、絶対過半数の獲得には失敗した。1989年のベルリンの壁崩壊に、伴い東西ドイツ統一の後期が訪れると、コール政権は統一ドイツも EU 統合や、米欧同盟維持を支持するとして、各国の了解を取り、 一気に東ドイツを吸収し、東ドイツに数ヶ月前に成立したばかりの五つの州をドイツ連邦共和国の一部とした。戦前に欧州有数の大都市だったベルリンが実質的に飛び地となった西ドイツでは政治の中心は暫定首都の盆に置かれたものの多くの権限を各州が持ち、中央銀行、証券取引所など経済政策の中心が フランクフルトアムマインに置かれ、連邦憲法裁判所と連邦最高裁判所といった司法の中心がカールスルーへに置かれるなど政治、経済面での地域分散化が進んだ。この点では、東ベルリンへの一極集中を進め地方都市の弱体化が進んだ東ドイツとは対照的だった。ベルリンは名目上は西ドイツの首都でありながら、 ドイツの中心としての地位を創出したものの、西ベルリンは参加国占領下で徴兵制もない、政治的に曖昧な状態のため、西ドイツや世界各地からの若者が流入し、コスモポリタン的な文化が栄えた。1989年のベルリンの壁崩壊以後、東西ドイツは通貨、関税同盟を1990年7月に結び、1990年10月3日の、 東ドイツが西ドイツ、ドイツ連邦共和国に併合、法的に東ドイツ全土も西ドイツになることされることをもって、東西分断は終わりを迎えた。欧州の中央に強大な統一ドイツが誕生することに対する警戒心も周辺諸国にはあったが、東西ドイツ政府と米英仏ソ連合国とのドイツ最終規定条約、別名2プラス四条約。 第二次世界大戦後を結ばれることのなかった、講和条約の代替となる事実上の平和条約により、再統一後のドイツの地位と国境が確定、ここにドイツの主権が完全に回復した。1990年10月3日の再統一の後、1991年3月15日、英仏祖三加国の軍はドイツから撤退した。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。